立ち読みです。立ち読み、立ち読み番長青影続きを。立ち読みは愛でつながる文化である。本の中なら時代を超えての旅もできる。何もかもがシステム化した中では心が置き去りになるばかり。小さな書店には本を愛する店主がいる。最も本に近い人、彼らの話を聞かずして本が語れるのか、そこをつないでしまうのは青影のお役目です。今日も、アイランドイレブンと女性陣がやっぱりパワフルな中、きっと皆さん素晴らしい私生活を送られてるんだろうなと思ってまして、うん、まあ、ご結婚されてる方、はい、彼氏彼女が、まあ、皆さんいらっしゃると思うんですけど、最近僕の家の近くの本屋さんにですね、うん、平積みされてる本があって、思わず立ち読んでしまった本なんですが、うん、まあ、ズバリ夫をお金持ちにする64の習慣っていう本がありましてほうほう、まあ、どうやったら自分の旦那さんをお金持ちにするかっていうノウハウがなんと64も書いてある本なんですよ、うん、方法があるんだね。方法があるんです。これパラパラって読むと面白いですよ、うん、ですね、例えば夫側の人が見ちゃっていいわけ母ちゃん側が見るから、母ちゃん側が見るから、ね、夫側の立場で、うん、あ、これやってくれたら俺金持ちになる、あ、なるほど、あって思った思いました。例えば夫の好きなようにさせてあげるやりっぱなしの魔法っていうようなくだりがあるんですよ。これ何かっていうと、例えば外にいるとき男は戦ってると、常に頭の中がぐるぐる回ってるので、家の中に帰ってきた時くらい、うん、散らかしたってなんだってやりっぱなしにさせてあげたって言うぐらいなんだよそれ、はい、ちょっとキャメルさん呼んで、はい、次いきますよ夫の友人と上手に付き合う、うん、まあそれはね、自分の好みとか趣味とかちょっと早く言って全部ある合わないあっても旦那を立ててあげることでぐるっと回ってきますよというようなことですね。うん、確かに仲良くはするけどね。はい、次ですよ。夫を社長のように扱う。なんで？要は家庭はですね、実際の会社と変わらないと。代表である旦那を立ててあげることで、要は会社がうまくいってるように。それ書いたの男の人女の人？ですね、だんだん立場が悪くなってきたのでそろそろ情報を出していきますはい、ですね、あれ出てこなくなっちゃったぞ、ちょっと待ってくださいね。男の人じゃないの、書いたの。いや、これそんなことなんですね、うん、確かですね、女性、確かってないんですね。芹沢民さんという女性です。どう？はい。わかんない。あれあれあれ。わかんないわかんない。だってほら、ペンネームだから違うかもしれない。いやもうこれがですね、僕の地元の本さんでもうバカ売れしてましたね。きっとお金持ちの旦那さん増えるだろうと思ってますが、どうですかね、皆さん。いやもう明らかにダメでしょ。そうですね。ひろみ姉さんたちに至っては全然聞いてない。おしゃべり中だから、ね。ひめさんはもうない。見えないっていう。まあ予定通り、キリンさんの予定通りなんですけど。ビンビンエナジーが来てるからね。あれ。あの通りですよ全然ねえねえ、私今日こんなコーヒー美味しいんだけどみたいな会話になってますから、そこでこんだけ言われても聞こえない。全然ダメ。キレイさんどうですか、こういう旦那を調子に乗ってんじゃないわこれ女性が書いたんですけどね、そんなにおかしいわ、そうしてほしいってことね。いやでもこれ読んだら、もうこんな家庭だったらもう、そうして欲しければそうしろよって話だあ、そうしろよって男性がそうさせるようにしてごらんよっていうのは、そんなにね、そうこれやっていただくためにはどうすればいいんですか。じゃあ私書き出すから意外とですか、そのうち出すから夫を金持ちにさせてあげるための64の方法、そう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 、させてあげる64じゃ足りない、1584方法こんくらいやったらあんた金持ちになってるわ。なってるわよって死のこと言わずにやりなさいよ。心労が絶えないですよね、きっと家に帰ってたらもう旦那は綺麗にしとけとか、もう居場所がなくなるような話になりそうで怖いんですけど、もう俺 C いらない変化でああだこうだもうありすぎ、もう一生懸命やればいいの、ただ一生懸命愛して一生懸命仕事して一生懸命人生を楽しめばいいのよ、そうすると奥さんはもうあんだったらっていう雰囲気になるんですか。なる人とならない人やっぱならないですねなかなかそういうことでいいですか、今ならないっていうふうにならない、調子抜けてないわよないわよと平田姉さんたちはあ、お茶ないそれで
さこの爪のねなんて話をしてますよ、はい、というわけで今週はだからこのドンとした女子たちと、なんだかんだなんだかんだ言ってる男たちとのこの差よ、格差つんですか、どっしりと思ってますが、今日は夫をお金持ちにする64の習慣ということで、はい、世の女性方ぜひ一度は手に取っていただいて、見ていただければと思います。また来週。どうですか？シングルグ？一つ行きましょうよ。シンクロ。シンクロ。ああ、年。